50 HFD TV's B-MAX レーシング Honda の伊達木村伊織 HFD TV's 戸田レーシングです。勝利に飢えたハングリータイガールーキードライバーの小出俊 B-MAX エンジニアリング320大学参戦で今シーズン初優勝もありました菅波東郷スーパーフォーミュラライツ決勝スタートしました。スタートまずは木村どうでしょうか。そして小出俊さあ菅波も狙っている。菅波が1コーナー2番手に上がってくる。ただイン側回って立ち上がってきて小出俊守っていったか。2番手争い4番手争いあたりがですね2台並んでというところで詰まって入ってきますが、まず1周目木村伊織が制していきました。そしてこれは4番手争い狙っている小出俊に対してイン側のラインクロスさせて立ち上がりで狙っているのはこれは平響。さあ仕留められるか。そして小出は守りきることができるか。3コーナーで2台並んで入っていきますがインガー守っていく。飛び出した。ちょっと行き場所がなくなった。ただその立ち上がりでどうでしょうか。今平が前で立ち上がっていったように見えます。でさらに野中聖太も小出俊に対して仕掛けようというそんな5コーナーになっています。小出はポジションを落としてしまったような格好になりますね。そうですね。古川選手も前を行くので今7番手7番手かですね。下がっているという状態です。そうですね。ここで立ち上がってまいりました木村伊織です。さあこの茂木ラウンドポールポジションから見事優勝今シーズン5勝目をマークしました。未だ勝利の勝ち星をまた一つ重ねました。しました。スタートはどうでしょうか。木村よりはいいスタートを決めていく。それにフラガも続いていきまして、3番手にはこれ平が続いていっていませんよね。これ平出遅れた。菅波東郷そして小出俊も狙っている。3コーナー3番手争い小出が3番手に上がる。さあ大外から抜いていこうというところですが菅波東郷抜いていったでしょうか。菅波は逆にですね4コーナーの立ち上がりで外にはみ出してしまったでしょうかね。出遅れたように見えまして、4番手に上がった平響き。さあその後ろ今ヘアピンコーナーでブレーキ古谷に仕掛けようというのは遠藤トゥルリだったでしょうか。さあダウンヒルストレート木村伊織が早くも2番手に対して差を作っているようなそんな状況です。さあ戻ってきました木村伊織コントロールラインの通過。2番手伊藤ローマルファガその後ろに小出俊が続いていきます。そうですね、あ、ちょっと待って、はい、今2台並んでますね。さあ、4コーナーから5コーナーに向かって2台並んでインに入った。さあここは順位が入れ替わったでしょうか。そうですね、今のこの順位のままでずっと小出選手はちょっと最終戦を前に最終争いから脱落するということになってしまうので、はい、まあ、なんとしてももう一つ順位を上げたいですね。そうなりますよね。すぐチームはタイヤの空気圧をチェックしますかもしれませんし、その検証しているということです。これはもし、来ました、ペナルティーだ。
タイムペナルティ5秒。さあそして2番手プラガ、小出旬、ギャップはコンマ5秒差。今シーズン2年目の参戦、今最終コーナーを立ち上がってきて今シーズン6勝目、ここでランキングトップ、単独のトップになります。トップチェッカー、そして2番手2ゴールを村フラが守りきりました。そしてマスタークラス今田がやってまいります。さあ今田早いですね、今田選手トップチェッカーです。はい、トップチェッカー、第18戦最終戦、シグナルオールレッドブラックアウトスタートしました。さあスタート、いいスタートを決めるのは2番手の黒いマシンだ、菅波東吾が1コーナー井川入っていきますが2台に並んでいく、ここは菅波東吾が前に来た。木村よりはやはり右側にこう入られてしまったらですね、無理をするわけにはいきません。さあこれは面白い戦いになってくる。そして平井秀もですね、木村よりのすぐ後ろ3番手にいます。菅波東吾エースどうでしょうか。あー、ただ2番手の木村よりがここでパーセントラップを更新してきました。さあトップは菅波東吾です。2秒のギャップを作っています。チャンピオン争いをしている2人をしっかりと抑えて、菅波東吾トップで戻ってくる。素晴らしい結果、すごい結果、今トップチェッカー最終戦勝ちました。そしてその後ろ木村よりはいいねチェッカーでチャンピオン決定、勝利をして、そしてチャンピオンに花を添えました。ドラゴンがいいねチェッカーとなっています。今年ここでチャンピオン取らなくて黒にはいけないと思ってたんで、取れてマジで嬉しいです。本当に多くの人に支えられたレースで、もう1年間ありがとうございました。チャンスいただけたら精一杯
結果を求めてレースしますんで、皆さんも応援もあって頑張れてるところもありますんで、本当に来年も応援よろしくお願いします。